才能に恵まれた選手たちがしのぎを削るプロ野球。実績を残すことができなければ、容赦なく首を宣告される厳しい世界です。そんなプロの世界に飛び込んだ選手の中には、御曹司であったり、実家がお金持ちだと言われている選手がいます。今回は、裕福な家庭に生まれながらも、プロ野球という厳しい世界に入った選手たちを紹介していきます。両親ともに医者。最初に紹介するのは、中日の根尾昂選手です。大阪桐蔭高校時代は、4期連続で甲子園出場を果たし、3年生の時には、チームの春夏連覇に貢献しました。2018年のドラフトで、中日から1位指名を受け入団した根尾選手。二刀流で甲子園を沸かせましたが、プロではショート1本で勝負すると宣言しました。入団1年目から1軍出場を果たすなど、着実に出場数を増やしていきましたが、シーズンを通して活躍できない日々を送ります。立浪和義監督が就任した2022年は、外野手登録ながら投手としても出場。さらにシーズン途中で投手への完全転向を決めたのです。150キロを超える球速を計測するなど、高いポテンシャルを披露しており、今後投手としてどう羽ばたいていくか楽しみな存在です。そんな根尾選手はどのような家庭で育ったのでしょうか。根尾選手の出身は岐阜県飛騨市西部の小さな町。両親ともに飛騨市の地域医療を支える医師として働いています。医師は平均年収が1000万円を超える高収入と言われています。すべての医師の平均がこの数字ですから、50代中盤である根尾選手の両親は、さらに高い可能性も考えられます。根尾家では末っ子となる根尾選手ですが、兄弟たちもエリートで、2018年時点で、兄は医学部生、姉は看護師として活躍しています。根尾選手も、中学時代はオール5という成績を収めており、まさに文武両道を実践していたのです。東大野球部のスカウトとして、根尾選手をマークしていた浜田和志氏は、彼が本気で勉強すれば、おそらく東大に合格していたと思いますよ。と太鼓判をしています。野球一本に集中したいと、大阪桐蔭高校に進学しましたが、勉強を選んでいれば、今頃は医学生だったかもしれません。投手に転向し、今後どのような活躍を見せてくれるのか、本当に楽しみな選手の一人です。創業者一族の御曹司。二人目に紹介するのは、大洋ホエールズで活躍し、横浜ベイスターズの監督も務めた山下大輔氏です。学業でも優秀だった山下氏は、静岡県の進学校である清水東高校から一般入試で慶応大学に入学します。一年秋からレギュラーを獲得し、四年次には主将を務めるなど、慶応のプリンスとして人気を博しました。1973年のドラフトでは、大洋から1位指名を受け入団します。2年目からショートのレギュラーに定着し、8年連続ダイヤモンドグラブ賞を受賞するなど、守備の名手としてチームに貢献しました。守りだけでなく、シーズン最多2塁打を2度記録するなど、中距離打者としてチームを支えました。1988年の開幕直前に引退を表明し、1993年からは横浜のコーチに就任します。2003年から横浜の監督に就任しますが、2年連続最下位に終わり、結果を残すことはできませんでした。そんな山下氏の実家は、静岡県島田市に本社を置く、株式会社山下の創業家です。病院、福祉施設向けのレンタルサービスなどを手掛ける会社で、従業員数は2200名以上。2022年3月期の売上高は約240億円を計上しています。大企業の御曹司である山下氏には、こんなエピソードがあります。山下氏の太陽への入団が決まり、入寮する日のことでした。兄に寮まで送ってもらった山下氏。しかし、その時に乗っていた車が、高級会社だったため、それを見た寮の関係者たちは、唖然としたと言います。山下の社長である山下氏の父親は、いずれ山下氏にも会社の経営に携わってほしいと望んでいました。しかし指導者として活躍していた山下氏は、2002年に父親が亡くなるまでに、会社の経営に関わることはできませんでした。現在、山下氏は、
山下の取締役に就任し、亡き父との約束を果たしています。会社の経営に携わりつつも、野球解説者として活躍しています。日本ラグビー界のレジェンド。3人目に紹介するのは、ビッグボスこと新庄剛志監督も期待を寄せる、日本ハムの清宮幸太郎選手です。名門、早稲田実業高校では、1年生の夏に甲子園で2本のホームランを放ち、日本中から注目される存在となります。歴代最多の高校通算111本塁打を記録し、公式戦通算打率も4割を超えるなど、輝かしい実績を残しました。2017年のドラフトで日本ハムから1位指名を受け入団します。ルーキーイヤーからプロ初本塁打を記録するものの、なかなかプロの壁を越えられず、2021年は出場なしに終わってしまいます。2022年は新庄ビッグボスからの指令で9キロの減量に成功。自身初の2桁本塁打を記録し、オールスターにも出場するなど、着実にキャリアを重ねています。そんな清宮選手は、早稲田実業学校初等科、中等科の卒業生。小学校から名門私立に入学させてくれた清宮選手の実家はどのような家庭なのでしょうか。実は清宮選手の父親である克幸氏は元ラグビー選手。早稲田大学では主将として全国優勝を果たし、サントリーでも主将として日本選手権優勝に導くなど輝かしい実績を残した名選手です。引退後は早稲田大学、サントリー、ヤマハの監督を歴任。数々のタイトルを獲得し、指導者としても素晴らしい成績を収めています。経験を生かした本の執筆や講演会活動なども行っており、女性と子供たちを対象とした総合スポーツクラブ、アザレアスポーツクラブを設立するなど、多方面で活躍しています。2019年には、日本ラグビーフットボール協会の副会長に就任するなど、まさにラグビー界の重鎮。こうした克幸氏の様々な活動のおかげで、清宮選手はのびのびと野球に打ち込めたのではないでしょうか。清宮選手の仰天エピソードとして、実家の地下には打撃練習ができる20畳ものスペースがあったと言われています。しかも都心の一等地で3階建ての一軒家とも言われており、克幸氏の清宮選手にかける情熱が伝わってきます。スポーツを極めた父親のもとで生まれ育った清宮選手。今後の活躍に期待したいですね。史上最年少右腕。4人目に紹介するのは、15歳の若さでドラフト指名された辻本健人投手です。史上最年少のドラフト指名ということで、大きな注目を浴びました。辻本投手の出身は兵庫県芦屋市、全国でも有数の高級住宅街です。数多くの社長が住んでいると言われる66層というエリアに住んでいたと言われています。中学でアメリカに留学した辻本投手はアメフトをプレーしていた時期もありましたが、野球に再転向すると才能が開花します。全米大会にも出場し、15歳ながら142キロを計測したとも言われています。そして2004年のドラフトで阪神から8位指名を受け入団したのです。前例のないプロ野球選手の誕生に賛否両論ありましたが、阪神ファンは将来のエース候補として期待していました。体作りに専念する時期もあり、じっくりと育成が進められた辻本投手。しかし、2軍で結果を残せず、1軍に昇格することのないまま、2008年のオフに育成契約となってしまいます。結局、一度も1軍のマウンドを踏むことのないまま、2009年に、戦力外通告を受けてしまいました。その後、マイナーリーグにも挑戦し、数球団を渡り歩きましたが、2013年にユニフォームを脱ぎました。現在は野球の道を離れ、翻訳家として活躍しています。15歳の若さでドラフト指名された辻本氏ですが、背中を押したのは父親の言葉だったといいます。失敗しても責任を持ってこれからの人生を導く。そう宣言して、息子をプロの世界に送り出したのです。そんな辻本氏の父親は、人気ファッションブランド、ザ・リアル・マッコイズの社長です。自身もファッションの世界で数々の挑戦をしてきた経験があったからこそ、息子にも悔いなく挑戦してほしいという思いがあったのかもしれません。
野球の世界では結果を残すことはできませんでしたが、これからも辻本氏の挑戦は続いていくことでしょう。副社長兼社長。最後に紹介するのは、キモティーの決め台詞で人気を博した GG 佐藤選手です。大学卒業後、マイナーリーグに入団し、西武の入団テストを受けた GG 佐藤選手。首脳陣の目に留まり、2003年のドラフトで7位指名を受け入団します。2007年に25本塁打を放ち、大ブレイクを果たします。翌2008年も好調を維持し、北京五輪の日本代表に選ばれました。オリンピックの大舞台では、不慣れなレフトで起用され、守備でミスを犯してしまいます。大一番となった準決勝の韓国戦で、まさかの2失策。3位決定戦でも、大事な場面でエラーをしてしまい、日本はメダル獲得を逃してしまいました。マスコミにも、戦犯として大きく批判されることになってしまいます。2009年は、五輪の失敗を糧に、打率2割9分1厘、25本塁打と結果を残しますが、2010年から打撃不振に陥ってしまい、翌年に戦力外通告を受けてしまいました。その後、ロッテでもプレーをしますが、2014年に2度目の戦力外通告を受け退団します。ファンから高い人気も誇りながら、オリンピックでは大変な思いをした佐藤氏の父親は、とある企業の社長です。その会社とは、株式会社トラバース。千葉県にある年商150億円の住宅測量、地盤改良を行う企業です。佐藤氏はロッテ退団後、父の会社に就職し、ユニフォームからスーツへ着替え、華麗なる転身を見せたのでした。現在は副社長に就任し、関連会社であるトラバースエンジニアリングで社長を務めるなど、経営者として活躍しています。野球とは全く違う世界で取締役を務めているのは、佐藤氏の実力や人望もあったからこそでしょう。そんな佐藤氏は2022年4月に独立リーグで8年ぶりの現役復帰を果たします。体力の限界、気力もなくなり引退することになりました、と現役引退を正式に表明しました。